どうもピオキングです。復活しました。いや、ここ1週間ぐらい動画投稿なかったと思うんだけど、コロナでマジで死んでたんだよね。でもさ、一応病み上がりだから、今日はおとなしく実況していきたいと思います。こんなんじゃまたコロナにかかるって。いや、ガチでやばかったからね、熱も39度手前ぐらい出て、喉も全然治んなかったのよ。それが約1週間ぐらい続いてて、やっと動画投稿できるぐらいに回復しました。まあ、この1週間何があったかを話すと15分ぐらいかかりもうコース行きますね。はい、今日はこのコースやっていきます。トロールケイブユー、洞窟のユースキンの騙しコースっていうことかな。で、説明文に、おー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 、 I'm in trouble with your body、 久々のバグなし、短め雑め、グリッチフリーって書いてるんですよ。まあ、このコースはですね、騙し制作者界隈で有名なユートさんが作られたコースですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.59%。いや、やっぱ人っていうのは健康体が一番ですよ。久しぶりに熱を出して、それを痛感しましたね。で、何を喋っていけばよかったっけ。久しぶりに実況するとさ、なんだお前ら、こっちはどこは入れて、外枠ガーニバル。久しぶりに実況するとね、何を喋っていいか分かんなくなるのよ。それを汲み取ってよ。それなのにそこあんな意味分かんないことしか言ってないんだろ。まあ、めちゃめちゃ面白かったですけど、久しぶりでいいね、ああいうの。うわあ、いや、まだ大丈夫か。これはくるんくるんでいけばいいのかな。なんか身体級っぽい予感がすごくしない。なんだここ。ダマダーじゃねえんだよ。楽しいよ、楽しすぎて投げてくるよ。トロールコースってさ、こんなに楽しいものだったっけな。コロナでさ、めちゃめちゃ暇だったから、スーパーマリオ RPG 買ったんですよ。スイッチでリメイクされたやつ。そしたら2日かからず全クリしてしまいました。いや、マジだよ、裏面のクリスタラ再生ってあるじゃん、あいつも倒しちゃってさ。お前は新しいコロスタラだ。ちょっとみんな聞いてよ、スーパーマリオメーカー2しながらマリオ RPG のことを今からずっと喋り続けるんだけど、僕ね、スーパーチャンプがあるじゃん、マリオ RPG の、あれを100回ちゃんとしたんだよ。あれめちゃめちゃむずくないから、ここは Z でいいのかい。 Z して僕は何もしないよ。するとボブちゃんが向こう行ってくれたね。ありがとうかな。うん、ありがとう。この時間入れる。入れるね。右のさ、ガリガリのところもすごく怪しいと思ったけど、何ここ、4分の10、ここか。そんなの当たれるか。ならばここは一番右でよかったのかい。一番右におることで罠が変わってるとか、そういうことはないよな。どんぐり降ってくるよな。綺麗すぎるって、罠の引っかかり方が。いや、逆にさ、このコースめちゃめちゃリアクションが取りやすくてさ、本当にやりやすい。初心者の方もおすすめではないですね。さあ、ここは右に行ったらダメかのか。いや、全然大丈夫。これは飛んでていいのか。シュー、裏技だ。こんなコースリハビリにちょうどいいぐらいのコースだぜ。でもみんな、なぜかすごくお腹が痛くなってきた。え、なにこのお腹の痛さ。え、ちょっとお腹コロナなんかな。お前壁キックしたらダメじゃんか。今日さ、マジで1週間ぶりにやるから、どんなに僕がおかしくてもちょっと多めに見ててね。あ、飛んでよかった。あ、飛んでいいのかな。ここ鍵の向こうないね。大丈夫、ここはチビのまんま行かなきゃいけないね。どうも大きいまま行くとか、そんなズルはできなそうだよ。うん、オーブブロックがある。一旦左のブロック叩いてみようか。え、なんもない。じゃあ下から叩くか、上から叩くか。上からじゃ、下からはまずい。そうだろ、待てお前は呼んでないんだよ。またあの4分の1来ないから、めちゃめちゃやりたいんだけど、じゃあここは下から叩いて右の方に寄っておけば大丈夫っていう感じですね。さあ、ここは Z でいいのかな。いや、怖いね、裏までとかさ、この一番下のところでピラピラってしてみようか。で、いや、いいんじゃない、いいんじゃない。さすがですね、本当に面白いコースを作ってくれる。これが雑な作りだなんて、ちょっと謙遜しすぎやしないですか。いや、でも僕がもしこのコースより面白かったら、僕の勝ちでいいですかね。さあ、みんな笑う準備はできたかい。任せて、次の罠に引っかかった時、爆笑する時間だよ、みんなが。バラー。
誰も笑うわけねえだろ。そういや最近コメントでさ、僕の笑いにめちゃめちゃ釣られて笑ってしまいますっていうコメントがあったんだけど、いやそれほんとめちゃめちゃ嬉しくてありがとうございます。じゃあ僕はもう今から笑ってしか実況していきません。それで一緒になって笑ってくれるかな。ブロック壊れちゃった。ここのブロック壊してもいいと思う。でもね、フラワーが落ちてくる以外ないと思うんだよね。さあ壊した後も笑おうか。なんか出してくる。この緑が。あとね、もう一個面白いコメントがあったんだけど、全部グエーだけで実況してくださいって。もう全部グエーだけとかさ、もう無理な話じゃん。もう日本語でもなんでもないじゃんね。でも僕はやっていくよ。任せて、こっからやっていくぜ。グエー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 で、こっからグエーグエーグヤ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 。何がおもろい。過去一長いつまんねえ実況だったと思いますよ今の。もうそんなことさせんだって。まあ嫌いじゃないけど、スタート。これもしかして最初からやり直しっぽいね。右の動画入れない、左の動画入って、こっからねゴールまで連れてってくれるんだ。僕は期待してるよ。もしかして罠が変わってるのかな。左にどうする、来る、来た、殺したらあかん。いや一旦右行ってみようか。右行くのが正解みたいな。さあ問題はここだよな。この上に行けばいいだけだと思うんだけど、今中間切ってきたじゃん。それでまた罠が違うとかありそうなんだよな。下から行ってみる。どうしよう、怖いよ。一旦ここからこの甲羅だけ下にやってみようか。いややっぱ何も変わんねえよな。じゃあこっちに行きますよ。そしたらこの開けたなんでよ。さっきと位置が違うやんか。じゃあ今度は下からでいいんだよな。中間ポイント切ってここまで来たから下からでいいんだよな。頼む、開いて、開かない、開く、よし。ここ別の場所なんだ。まあまあそうじゃないと位置が変わったりとかしないもんな。いや本当にね、最高に楽しいトロールコースでした。このコースはね、難易度もそんなに高くなくって、コースも短いから誰でも遊びやすいと思います。ぜひ遊んでみてね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発ネタシャープ10。説明文に難易度星3つ、ダッシュイカを登りきれ。サムネを見る感じ、ノコノコカーに乗ってダッシュイカを登るだけっていうコースだと思うんだよね。ただそれが難しいのか、クリア率がめちゃめちゃ低いのよ。ノコノコカーに乗ってダッシュイカに乗ったらめっちゃ加速するじゃん。だから難しいんかな。いやいや、それでもめちゃめちゃ面白そうなコースじゃねえか。それじゃあやっていきます。クリア率は 0.67%。 僕ね、何回も言わせてもらってるけど、ノコノコカーマジで好きなんだよね。っていうか、タイヤのついた乗り物が好きって言えばいいのかな。なんか男心くすぐるよね。じゃあこのノコノコカーに乗ってこの階段を登るだけのコースなんだけど、これ乗ったら勢いがやっぱついちゃうよな。どうしよう、やべ、俺のメンツが、俺のメンツが。ならこのダッシュイカの壁、ダッシュイカ壁にどうやって当たらないでいくのかと言いますと、一回左向いてみようか。左向いて右、あ、こういう感じなんじゃない。で、これ全然違うんだって。これむずー。時間は10秒しかないからね、1段1段行ったら無理っていうのは分かった。じゃあここは一気に3段ぐらいいけないから、いいね。で、次2段、どー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 。慌てるな、急がば回るじゃ。車の運転と一緒さ、そんなに急いでも何もいいことないから。だからここはゆっくりジャンプしていこうじゃないか。いいね、ここもジャンプ、いいね。で、いけるか、急いでいこう。もうめちゃめちゃじゃねえか。じゃあここジャンプシード、ここでジャンプ、なかなかいいタイミングだよ。こっからいやー、もうね、これ攻略法は掴んでんのよ。まず最初3段目に乗るでしょ。で、乗ってジャンプからの左右で、乗ってジャンプからの左右で、乗ってジャンプからの左右 で、ここからジャンプしたらいけるんじゃないか。ちょっと時間が足んないんだよな。だから左から勢いつけて乗ってみようか。ここでノコノコか、あれ、何やってんだ。いや違うんだって、左の方から勢いつけていったらさ、1段ぐらい多く登れないかなみたいな。これで4段目までいった。で、2段で、もう2段でしょ、来たんじゃねえこれ。よーっ、なんでよ。
でも完全にさ乗ったまま触れちゃったじゃんかもう。じゃあ最後にあそこのゴールポールどうやって捕まればいいのよ。何よ、もうそんなことしなくてもいいじゃん。今の絶対ゴールポール捕まっちゃうやん。じゃあここはダッシュジャンプの最後ジャンプしてみようか。おちゃん、どこ行ってんだ。ここまでの行き道は絶対に合ってると思うよ。こっからどうするかなんだよな、あのゴールポールに捕まるために。何もここジャンプ、いやジャンプでもダメだもんな。やっぱりさ車から降りなきゃいけないんじゃない。だからもう残された道は一つだと思うよ。最後壁に当たる瞬間があるじゃん、そこで一旦車を乗り捨てる。で乗り捨てた瞬間にまた乗る。これでどう？乗れ。みんな分かったかもしれないぜ。最後さ壁に当たるときに左向いたらいいんじゃない。そしたらここと同じように壁に当たった反転にならないと思うんだよな。これジャンプ左来ためちゃめちゃ気持ちいいぜこのコース。いやこれも本当に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、逆さ1の1。これねタイトルの通り1の1を反対向きで作ってると思うんですよ。でねステージ自体も逆さの世界なんかなと思ったらそういうわけじゃなさそうなんですよ。だってさ最初土管から出てきた時に足場があるし、その先の土管にツタがあるんだよね。だから床がない状態でさらに逆さの1の1っていうコースなんじゃないかな。いやこれは面白そうだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.56%ということはですよ、下に落ちないようにブロックとツタを駆使しながら渡っていけっていうコースだと思うんですよね。さあ今日の1の1はどんな1の1だい？逆さ？どうしよう、本当に逆さだったらサムネ詐欺ですよみたいな。あ、こっから逆さ世界の1の1か。はいはい、下のブロックは取れないよな。じゃああのツタに捕まります。でここのツタも届くかな。うわ意外と深いな。まあ最初はお手並み拝見っていう感じですよ。下手くそか。もうねツタから落ちる時ってあーぐらいしか言えないのよ。そんな語彙力がない人間なんですよ僕は。ここは4つ目の土管、4つ目の土管は入れないな。なんだこのでかいのこの子、オリジナリティを出してくんじゃないよ。こんなの1の1じゃないじゃんか。こいつを踏んでいけってか。踏んでいけママ。右にブロックが見えるじゃん。だからノコノコを踏む場所がめっちゃ大事になってくると思うんだよな。多分その右足場ないと思うから。この辺でどう？もうマリメやめろ。いやすいませんね皆さん、こんなに下手くそじゃなかったと思うんだけど、コロナになってからテクニックっていうのが落ちたような気がしますね。と言い訳をしておけ。これだ。真面目にやれ。ただノコノコを踏むだけじゃないけ。そんなに難しいコースじゃないぞ。よしきだ。こっからゆっくり行こう。もう僕喋んないよ。もうクリアすることだけを考えるよ。うわ下でハテナブロック叩きたいよね。あそこになんか何かあるかなみたいな。でも危険っていうのは分かってる。でもその危険を犯していくのが私だ。さあこん中は魚とか入って、あ、フラワーくれんじゃん。ありがてえけど相当生きにくい。どうしよう、これいけるかな。邪魔なんだよフラワーが。いやまさか身長制限があるとか思わないじゃん。じゃあここはチビのまんまだったら行きやすいよな。よしでこのブロックの中は、いやもうねアイテムとかあっても絶対取らない方がいいと思うよこの先。じゃあ右のリフト乗ります。で右にもリフトがあるよな。で次もリフトかな、青リフト。この土管は多分入れないと思う。でここのリフト乗りの、あこれもうゴールなんじゃない。多分ねこのリフトの先ゴールだと思うよ。じゃあ勢いつけて行っちゃおうか。いやちょっとゴールはどこよ。まあまあでも中間取ったからこっからだよな。いやなかなかオリジナリティがある1の1ですね。とても素敵なコースだと思いますよ。あでこれでゴールなんじゃないかな。あのブロックゴールっぽいよね。やったいや本当にナイスコースでした。あサンキューって書いてくれてる。いやこちらこそですよ、こんな素敵なコースを作ってくれてありがとうございました。